はい、アイラビューエミアンです。皆様いかがお過ごしでしょうかこちらの動画ではいただいた質問やコメントに答えていきましょう。えー、お小遣い制ということですが、その意図は、ね、男性としての威厳がお小遣い制じゃ保てないんじゃないですかマスオさん状態になるんじゃないですかみたいなことはね、えー、以前からよく言われていて、 えー、じゃあちょっとね、えー、自分なりの方法論をこちらの動画で説明させてもらいます。えー、今、エミアンが来ているのはあ、ここは妻がやっている菓子衣装屋さんの一つで、えー、こういうドレスやコスプレやら、あ男物スーツやら、民族衣装やらがあ結構たくさんあります、ねえー。あまり日本では服を借りるっていうことがあんまり聞かないでしょ。でも、タイは、 なんだろう。季節が基本的に暑いっていうね、えー。その一つしかないっていうふうに考えると、菓子衣装屋さんがやりやすいのかもね、うん。四季があったりすると、その季節一つ一つに合わせたあ服を取り揃えないと、菓子衣装屋さんってやりづらいのかもしれないけど、タイは基本暑い一色なんで、えー、その点で、えー 日本に比べるとこういう商売が結構目につく。で、うちの妻もやってみたいということなんで、えー、やってます。で、身内があー、自分の妻がこういうことをやると、どうなるかっついうと、いくら金があっても足んねえなっていうことがまず1点。で、こんなの誰が買うんだよっていうイラつきが常に生活の中に付きまとうっていうのが2点。この以上2点だけでももう十分不幸で。 苦しくて、地獄なんだよね、うん。そこでエミアが考えたのが、あお小遣い制というね、えー、アイデアでして、えー、あ、妻ね。とにかく、彼女があ、楽しくないと、ダメだよね、当然ね。うん、変な気持ち悪いことは言う気はないんだけど、エミアの役割の一つは、夫。 ね、もう一つは父親。ね、えー、他にも何個あるんですけど、その一つ一つをうまくこなしていかなきゃいけません。えー、ご覧ください。スーパーマンのこのコスプレ。えー、一応 H&M 社から出ていて、ね、誰が金だっていうイラつきはあって。でもこれを買いたいという妻がいて。うん、これが、第二次世界大戦中、その戦時中だったらね、バカ野郎ってね。 ぶん殴ることもできるんですけど、日本人からすると。ね、贅沢はね、えー、めっちゃ敵だ、みたいな。ね、でもタイにはそういった気質が宿ってなくて、えー、見習う人がいないんでね。戦争がね、今までね。えー、植民地化された経験もね、っていう中で、えー、その中でも特別甘やかされて育ってきた妻、あでも結婚してしまった。子供もね、えー、たくさんいて、っていう中で、何にせよゴールは、楽しく生活することっていう、 そういう時に、えー、じゃあどうするかっていうふうに編み出したのがエミアンなりのお小遣い制という判断であって、アイデアであって、えー、っとね、ちょっと説明難しいんだけど、これはタイで、えー、同じような環境にいる中年には特にね、えー、聞いてほしいんですが、はい、じゃあ自分の彼女なり、えー、妻なりを見たときに、 楽しそうにしてますかつうと、俺はあんまり楽しそうにしている、その、お相手、ね、彼女、奥さんを、あんまり見る機会が少ないんでね、今までね。うん、つまんなそうにしてんなーってね、うん、男だけが楽しんじゃうみたいなね、ことに往々にしてなりがちじゃん。うん、でも、それはなんでだろうってね、うん。それは主導権を男が握ってるからなんじゃねえかなってのが、あ 俺の勝手なあ洞察であって、えー、じゃあちょっと説明させてもらうと、どういう例えがいいかな。あじゃあジーパン買いますってね。えー、昔 M&M も東京のエビスの辺で、えー、いいジーパン屋さんがあって高いんだ。2万5千円とか3万円とかしちゃって、でも自分を奮い立たして、えー、買う。 ね、20歳のエミアンがあ、大学で持テたいがために、ジ、えー、G、パン買う。これ買ったら持てるぞ。ね、えー、なんかダセ田舎の、ね、えー、浜っことはいえ、横浜の端っこの方ダセいなー、みたいな、ねえー、そういうイメージから脱却できるぞつって、ジ、えー、G、パンを買う。ね、その時に、えー、自分の心の中ではあ、プラスのイメージ。ね、えー、これを買ったらきっと良くなる。 うん、買ったからにはもっと頑張るみたいなさ、そういったあエナジーは上向きなんだよね。でもこれをね、母親にねだる。ね、お母さんジーパン買ってくれよっていう時には、プレゼンしなきゃいけないよね。うん、お金もらうからね。うん、その時のプレゼンに入ると、誰かに、えー、買ってもらうってなった瞬間にプレゼンするんだよね。えー、その時には、ネガティブなプレゼンになりがち。えー、大体なる。タイではね。 えー、9割、くぶく人なんだよね。うん、はい、えー、ちょっとごめんね、えー。車に乗り込んで、これからアリランっていう焼肉屋さんに行くんですが、その前についさっき妻があ交通事故を見て、頭がパカって割れ,た割れちゃったっていうおじさんがいて、そこから内容物が出ちゃって、それを慌ててかき集めて、えー、娘さんなのかあ、奥さんなのかが頭をこうグッと押さえて、えー、中身を中に入れてる。 まるでケネディだなっていうね、そういう事故がありまして。まあそれには今触れず、ね。ちょっとこのまま説明を続けさせてもらいますが、えー、っと、何かを手に入れたいっていう時に、えー、2つの選択肢があったとする。自分の金で買う。 もしくは誰かに値だって買ってもらうっていう A パターン B パターンがあって、じゃあ自分の金で買うっていう時には、よし、じゃあ買うからには、あそれを使って、きっとこういう未来が、ってそういうイメージをして、えー、プラスの、ね、上がり調子なあ、そういった活動でしょそれは楽しいわけよ。よし、えー、買ったからには、ね。買う前から、うわぁ、俺これ買っちまうのかよ、ってね、人はいないわけよね。えー ま、買ったからにはって気持ちに当然ないじゃん。でもね、えー、じゃあ誰かに買ってもらおうときにはどうよって。えー、お母さん、ジーパン買ってくれよって。なんでいや、超かっこいいからさ、俺さ、あ他にもジーパン持ってんだけど、ね、あれ買ったらきっと俺持てると思うんだよね。みたいなプレゼンは、まあ普通はしないじゃんね。普通は、いやーってね、時代が変わっちゃってさ、<laughs> つって。ね、もうみんなあれ履いてんだよって。俺だけでは持ってねえのって。で、馬鹿にされてんだよって。 俺だけなんかこう、貧乏でさ、つって、金がねえとかって。そういうことを母親言われたら、母親どういう気持ちになるね、えー。悲しいじゃんね、当然ね、えー。それがタイの、よくある男と女の現象で、ずっとなんかこう、たかられてる その時に、マイナスのプレゼンを毎日食らうんだよね。何か買う、時に、えー、iPhone 壊れちゃってさーとかね。で、iPhone 壊れちゃってさーっていう、マイナススタートで、iPhone がないことによって私は苦しんでますっていう、そういうプレゼンをしたばかりに、えー、そういうプレゼンに自分も乗っかっていくんだよね。 な、iPhone 壊れちゃって、えー、悲しいですっていう日常を常に演じられちゃう。あの服欲しいけど、あんたが買ってくれないばかりに私は寂しい思いしてるんですよ。ね、みんなはいい服着て私だけっていう、そういう演劇をずっとやらされるわけよ。それは、超不幸なわけよ。家族からしてみると。じゃあね、えー、あんたの好きにしなさいよ。 ねあんたの好きに買ってきなさいよって、妻に言って、妻が、ースーパーマンのね、えー、バカ野郎みたいなね、気持ちあんだよ。こんなの誰金だって、なるところを抑えてね、ね面白いね、買ってきたねって言っこれ H&M じゃんすげえ、よく見つけたね。でしょでしょいくらだったのこれこれ、たっけバカ野郎ってなるんだけど、結構安いね、お前、うまいねって言ってやった方が、当然面白くなるのは簡単なんだよね。うん。エコ。うん。あのー、 なんだろうすっげえ簡単なわけよ。うん。だ相手に主導権を渡す、お金のその決定権は、妻に渡す。で、実際俺、金使わないわけよ。うん。他に女いないと、お金全然使う。あ、終わっちゃう。ね。あ、また次回、アイラビュー